一万い稲荷神社は、宮城県白石市小原馬頭山にある神社である。旧社格は孫社。創建年は、天明五年頃、丘の御霊神を主催神とする。天明五年頃、鎌倉時代からの混合院主元の家柄である、熊谷家十五代目羽黒派主元社代、阿砂利混合院勇敢が誇らを混流し宮寺となる。旧社名は、賀吉明紀稲荷。 熊谷一万像は高下4年6月27日に81歳で、園籍。遺言によりその後促進物となった。明治2年に一万倉いなり神社と改称。明治42年に、近隣16社11の祭人を合祀し、尊社に劣せられた。一万倉の促進物は、大正時代までは現存したが、見せ物として持ち出された先で、行方不明となり、現存しない。 小坂峠付近で馬方をしていた熊谷一万像はある夜、峠に差し掛かった場所で旅に疲れた一人の老人を自宅に招待しもてなした。翌朝、老人は自身が稲荷神社の決心であると名乗り、礼として三頭の馬を一万蔵に送った。一万蔵は送られた三頭の馬を資金に稲荷神社を建立。自らもでは散々で修行し、 神仏の信奉生活と社会奉仕に生涯を捧げ、大みな根合意に勇敢の隠語を受け、後に即神仏となった。彼が信仰し、守り続けたが吉明きいな神社を、信者たちはいつしか一万蔵の名前を含めて、一万蔵成様、とあがめたタえるようになった。ありがとうございます。